おはようございます。6月16日金曜日の全国の天気をお伝えします。北陸から東北にかけては雨が降ったりやんだりの天気、一時的には雷を伴って激しく降る可能性があります。突風や雹などの激しい現象に対しても注意が必要です。一方で西から晴れるエリアは拡大していきます。西日本や東海ではおおむね晴れるところが多くなりそうです。ただ関東は日差しが届いても変わりやすい天気、にわか雨や雷雨に注意をしてください。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。また各地、日中は日差しが届くところを中心に気温が上がります。夏日となる地点もありそうです。北海道の内陸でも暑さに注意が必要、熱中症対策や紫外線対策はしっかりと行ってください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。